スイスアーデルボーデンの三居村上空から見た富山県都並平野の三居村高台から望む都並平野の三居村、海女に囲まれた三居村の家々東立ちの伝統家屋三居村は広大な高地の中に民家が散らばって点在する集落形態。一般的には山村と呼ばれる。周村と対比して語られることが多く、一般には周村が普遍的で山村は、 比較的少ないと考えられているが、実際には世界的に広く見られる集落形態である。日本においては、島根県の出雲平野、香川県の佐抜平野、静岡県の大井川洗浄地、長崎県の岐島、北海道の十勝平野、岩手県の伊沢洗浄地、秋田県の横手盆地北部、富山県の都並平野や,や黒部川洗浄地などがその典型例である。 中でも日本国内最大とされる、隣平野では、現在、およそ220平方キロメートルに7000個程度が散在している。世界では、イギリスの大半、フランス西部からライン、川下流域、イタリアのポーガワ、流域、スカンジナビア半島、バルカン半島北西部、エジプト、台湾北部、中国、東北区の北部などで民族に関わりなく認められる。 自然条件、あるいは土地所有や相続制度など民族的伝統によって古くから成立したものもあるが近代の開拓地で形成されたものが多い。国内では北海道のトンデン平村やいくつかの局地的なものを除くとそれらの起源は必ずしも明らかではない。トナ平野の山村は中世まで遡りうるが一般的には治安が安定し、 異性者にとっても農民にとっても生産性向上への関心が高まる近世紀以降に形成または拡大したと考えられるこの景観が成立したのは16世紀末から17世紀にかけてであると考えられている都並平野を流れる小川は江戸時代以前にはしばしば氾濫したためこの地域に住み着いた人々は平野の中でも 若干周囲より高い部分を選んで家屋を建て、周囲を水田とした。このような住居と水田の配置は、農業者にとっては便利であったため、前田家による、田地割政策下でもこの地域の農民たちは引きち、改善を行って、自宅周辺に工作地を集めようとした。家屋が一箇所に集まって、集落を形成するということがなかったため、冬には、 それぞれの家屋が厳しい風雪に直接さらされることとなり、家屋の周囲に海尿と呼ばれる屋敷森を形成して、これに対処するようになった。一般的には、防風効果もあり、燃料となり、建築用材になる杉が多い。栗、柿、梅など実ができる樹木も植え、女の子が生まれると、霧の木を植え、嫁入りに備えた。子を売っても海尿は売るな。 塩を舐めても海洋を守れと大切にされた。なお、この地域の伝統的な家屋には、あずま立ちや、前、流れがある。研究者として、初めに注目したのは、京都帝国大学の地質学者の小川拓司である。家々が点在する、集落形態を一般的には、山村という。地理学の分野や、社会科の教科書などでは、山村の用語が使われ、 国内で広く浸透している。一方、都並平野が所在する富山県内では、三居村の用語が定着している。富山県内において、山村という用語は、教育現場や地理学会以外では、ほとんど目にすることがなく、山村が山村と同音で混同するといった理由などで、行政やマスコミでは、三居村が使われ、一般化している。 それぞれの用語の歴史について見てみると、山村は1909年に京都帝国大学の小川拓司教授が調査したのが始まりである。三居村という用語について確認できる最も古い資料は1952年のアサヒグラフの三居村と山県都並平野にてというグラビアページである。この頃すでに三居村を使用していたことを示す資料ではあるが、 三居村という用語が富山県内に広く普及していくのは1980年代以降である。AB 木内ほか19、1967、143ページ、三居村について、と、並三居村ミュージアム、2020年3月14日閲覧、民族に関わりなくとあるのは、ドイツのスラブ系住民の集落に多い、園村など、 民族性を反映した集落もあることに起因する。あずまだちたかせとなみしウェブサイト、加藤すすむ男、お国柄言葉の辞典参照。ありがとうございます。